こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は丸い肩を作るダンベルローイングの解説をさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。肩の中でですね、後部のトレーニングの紹介になります。この肩の後ろのトレーニングっていうのはピンポイントで効かせるっていうことが難しい種目でですね、肩の後部を鍛える代表的な種目がリアレイズあるんですけれども、非常に難しくてですね、座って立って行うリアレイズ、手をね後ろにこう開いたりするところなんですけれども、ダンベルのコントロールであったりとか上体のですね固定であったりで、この三角筋の後部繊維っていうのは肩甲骨と、この腕についている、筋繊維になるんですけれども、一番よく言われるのがですね、背中が使われやすい方っていうのは引っ張るときにですね、どうしても僧帽筋を使ってしまって、三角筋の後部に刺激が乗らないっていうケースもあるんですけれども、そういった方にぜひ試していただきたい種目になります。それでは実際に行っていきます。ダンベル私7キロ程度で行っていきます。普段はもう少し重たいんですけれども、だいたい15回ぐらいですねできる重さに設定いただければと思います。でまずこの、ベンチ台をですね、30度ぐらいに倒していただきます。で、ダンベルを持っていただいて、このままうつ伏せになっていきます。で、ちょうどですねベンチのところの端っこに、顎が乗るような形の姿勢をとります。で、この時に胸と顎をですねできるだけつけた状態でダンベルだけですね引っ張ってきます。このままグッとダンベルを上に持ち上げてくる動作です。で、ポイントはですね、まず肘をしっかりグッと高くまで持ち上げてくる。で、この時に肩甲骨は比較的動かない状態ですね、固定されている状態で、この肩関節だけがグッと後ろにすることによって肩の後部繊維に収縮が入りやすくなると。意識の持っていき方でもう一つポイントがですね、顎を引きながらちょっと目線をですね足の方向に向けるような形を、常に持っていただくと、肩甲骨がしっかり固定された状態で引くことができるのでおすすめです。で、次に NG フォームの紹介なんですけれども、うつ伏せになってですね引き上げるときに胸をグッと張ってしまうと、こうなると僧帽筋、背中の筋肉でダンベルを引き上げる動作、背中のトレーニングになっていくので後部繊維の刺激は少なくなります。ですので先ほども言った通り、少し顎を引いて胸をこのパッドにつけてる状態っていうのを意識しながら、あとはダンベルをグッと引き上げる、できるだけ肘を高く引き上げる、意識を持つと肩の後ろを強く刺激することができます。シートですね、サポートすることで体が安定するっていうことと、どうしてもリアレイズ等を行うときに、肩甲骨がグッと動いてしまったり、上体がブレてしまったりする方おられると思うんですけど、うつ伏せで胸をしっかりつけておくっていう、意識を持っておくと、あとはダンベルを引き込むだけなので後部にしっかり刺激が行きやすいと思いますので、ぜひ試していただければなと
思います。まあ、大体回数は15回ぐらいできる負荷設定にしていただければと思います。今日は私7キロで行いましたけれども、それぞれですね、見ながら行っていただければと思います。今日はですね、まあ、丸い型を作るダンベルローイングのご紹介をさせていただきました。まあ、私自身もプレスの動作ですね、ショルダープレスとかベンチプレスが、まあ、昔から好きでしたので、どうしてもこの前部、繊維がね、発達しやすくて、まあ、背中のトレーニングが、まあ、苦手なこともあって、リア、後ろがですね、少し弱いっていうところもあるんですけれども、丸い型を作るのは、まあ、前、横、後ろもバランスよく、まあ、鍛えていくことが大事だと思います。で、特にですね、フィジークとか、ポージングをするときに、肩甲骨をグッと固定した状態で、まあ、肘を引くような動作、でフロントポーズを取ったりするんですけど、まあ、今回これ行った動作っていうのは、まあ、これそれに近い形で、まあ、後ろにしっかりと力が入るような形になりますので、ぜひね、試していただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの新商品やセールのご案内を行っておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。